お世話になりますヒトリーでございます。鎧の鼓動で新しく登場したアイテム、大キノコ。このアイテムは鎧鉱石と並ぶくらいに重要なアイテムですが、鎧鉱石以上に入手が面倒なアイテムですよね。でそんな大キノコが999個あればなぁと誰もが一度はそう思ったことがあるでしょう。となるとこの大キノコを999個集めるにはどれくらい時間かかるのか気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなり、多くの方も同じ状況だと思いますので、今回は大キノコを999個集めるには何時間かかるのか検証していきたいと思います。まず前提として、大キノコはレイド3回ごとに一定確率で1個生えるかどうか決まるらしく、生える場所は最大で5箇所なので、ただどうやらレイドの回数を多くしすぎるのも良くはないようです。なので今回はとりあえずレイド10回ごとに1回周回していくっていう形でやっていきたいと思います。でこれはあくまでネット上で調べただけの情報なので確証はなく、私自身でもやりながら調整しつつやっていきたいと思います。はい、じゃあここから解説しつつね、大キノコ早速集めていきたいと思います。今バッグ見てみますとこの通りね、大キノコはない状態でございます。まあもともと3個あったんで他のポケモンに持たせてるって感じですかね、その3個は。でレポートでね見ていきたいと思います。今20時間35分ですので、このプレイ時間を元にねどれだけ時間かかるか数えていきたいと思います。で大キノコが生える場所って限られておりまして、4箇所みたいですね。まずは習志野洞穴でございます。ちょっと言いにくいけど、ここをまあざっと回ってみたいな感じですね。ここはないと。次はファイトケイブですね。場所も結構いろんなとこに入るとの情報がありますので、一通りね回ってしまうのがいいんじゃないかなと思います。はい、でここ1個ありましたね、大キノコ。はい、ファイトケイブで1個見つけていく。次はここですね、東神の洞窟かな。一通り回った方がいいですね、こういうところ、細かいところも。あ、ありましたね、もう1個。ここに大キノコありましたと。ここも回り方は大体の地図を覚えるしかないですね、効率よく回る方法としては。はい、で最後は集中の森ですね。ありましたね、ここに1個発見と。はい、もう1個ありましたと。でもう1個ありましたね。 OKOK でこんな感じで1周周回しましたら、レイドの回数を稼ぐにはもちろん普通にやってもいいですが、無形人レイドだと瞬殺できるので、2台持ちの場合はこの方法が最適だと思われます。もちろん抜け荷を出すまでの時間もかかりますが、大量に集めようとしている方は最適だと思います。はい、こんな感じで、2台持ちだったらこれで参加するですね。それで挑戦すると。はい、うっすって感じでもうすぐ終わりますんでね。で一応ハピナスとかもワンターンキルは可能なので、もし鎧鉱石もね結構集めたいよっていう方は2回攻撃が必要でちょっとね遅くなりますけど、ハピナスもねいいんじゃないかなと思います。 OK、 不意打ちで倒してくれたマラカッチが倒してくれたわ。まあこれで KK 飴 XL とかね、もらえるのでなかなかねこれいいと思います普通に。まあただね鎧鉱石とかはもらえないですけどね。これを繰り返し10回やっていくわけですね。はい、じゃあ10回やったのでまたここを回っていきましょう。ここはないっすね。ここも全然見当たんねえな。ここにあんじゃん。あったあったあった、1個ありましたね。おお、あったぞ。オッケー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 、あったあった。はい、これで1周終わりました。2個かな。無け人はだいたいレイド1回1分で終わりますので、まあ今10回やったから10分で2個ですから割となんかいけそうな気がしますね。まああとはこれをひたすら何回も何回も今のを繰り返して繰り返して繰り返してやっていきたいと思います。スタート。はい、それでしばらくやってですね、今65個ぐらい集めました。これでさえもうかなり時間かかってます。で周回の仕方についてですが、最初10回程度で周回するっつったんですけど、いろいろ方法を試してみたところ15回の方がキリいい感じでしたね。15回やった時に、まあ、最低3個はありますし5個ある時も普通にあったんで、とりあえず、まあ、これもねずっとやっていきたいと思います。よし、ようやく結構ね取りまして、今現在どうなってるかと言いますと、バッグ見てみると、はい、この通り大キノコ998個でございます。大キノコ持たせてるポケモン3匹いますが、そいつらはちゃんとねその大キノコはバッグの方には入れてませんのでご安心ください。残り1個ですが、もうすでにね9回ほどねレイドをこなしましたので、必ずね1本は生えてると思います。なのでラスト1周していきたいと思います。ありましたね。目の前にありますね。今ちっちゃくあります。こっちから行っちゃいましょう。いつもねルーティーンがあったんですけど、さすがにもう999個だからめちゃくちゃルーティーンみたいなの決まってたんですけど、ここから行ってよっしゃラストいけ取った大キノコムソーリーは大キノコを手に入れたっていう感じでございますと、イエーイ、これで999個揃いました。見てみましょう。きた999個、ようやくだ。めちゃめちゃ時間かかったわ。はい、じゃあここでようやく終了でございます。よし、じゃあ見てみましょうか。そろそろ20時間35分からスタートしましたので、このレポートのところでね見てみましょう。かかった時間を計算していきます。はい、プレイ時間は158時間56分でございます。あ、マジか。ですからかかった時間としましては138時間21分ですね。計算もめんどくさい。まあこれね8月23日に最初の撮影しまして、そこからね途中で動画上げつつすっげえゆっくりコツ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 やりました。で今現在ね、2020年10月18日ですので約2ヶ月もかかっちゃいましたね。なんとか冠の雪原までに間に合いましたと。ちなみにですけどもう抜け人とね鬼ほど戦ってますので、だいたい数としたら大キノコを4つで15回は戦ってましたから、3750回くらいですかね。単純計算で多分もっと戦ってると思いますけど、それでどんだけアイテムが手に入ったかというと、もうめちゃめちゃ手に入ったんですね。まあ鎧鉱石とかは手に入らないんで、まあこれは普通の通常の通りですね。まあ経験飴はもちろんカンストしています。もう一回ね経験飴もったいないなと思って他のソフトとかに移そうと思ったんですけど、集まりすぎてもうこれ何十回もカンストしてると思います多分。まあいいや、それは不思議な飴とかもねもちろんそうなっていまして、あとはですね銀の王冠、これ時々落ちてくるんですけどめっちゃ低確率なんですよね。それでも139個ですね。まあ、他のと比べると見劣りしてしまいますけど、まあ139個でも十分すごいですからね。ですから銀の王冠落ちてくる確率としてはだいたい3% とか 4% ぐらいってことですかね。完全に0個からやりましたんで、そんぐらいな確率かと思います。あと大きな真珠とかが若干落ちてくるんですよね多分真珠も。で小さなキノコも999個全部、このキノコ系も全部999個ね溜まったっていう。いやーすごいですよ本当に。他のアイテムは特にないですかね。まあこれはね次の企画のためのついで企画みたいな感じなんで、ちょっとあんま盛り上がりに欠けると思いますが、これでバイビーですね。ということで検証結果、大キノコを999個集めるには138時間21分かかるでした。とにかくきつい。それにつきます。別の動画であげましたが、鎧鉱石も999個集めたことがあり、かかった時間は約10時間でしたので、大キノコは鎧鉱石の13倍以上の労力を必要とするということですね。ただ大キノコをめちゃくちゃ使う場面があるかと言われたら今の時点ではかなり少ないんで、残念な気持ちが吠える王くらいでかいです。というかもっと冷静に考えたら、ランクマをやらない私にとっては大キノコはもはや一切必要なくて、悲しすぎてもう疲れちゃいました。なのでアニポケのGOの声優山下大輝の声を聞いて深い眠りにつきたいと思います。